いんじゃないかなと思いますと断言。また配偶者の条件として一緒に住みたくないので別居、自分に近づかない人、自分を監視しない人などを挙げました。またスマップでは結婚しているのが木村拓哉さん一人だけということで、他のメンバーの結婚の可能性を聞かれると、稲垣吾郎さんに対しては無理でしょうね、草薙剛さんに対しては愛がわからないから無理とバッサリ、最後に香取慎吾さんに対してはなんだかんだ言って一番ダメだと思う、一人が好きだし多分こっちじゃないかなと、手の甲を頬に当てるポーズで取材陣を笑わせました。リップサービスはあるものの、次に結婚するのは一体誰なんでしょうか。有罪。昨年9月、韓国インチョンアジア大会で窃盗罪で略式起訴され、帰国後に無実を訴えていた競泳男子の富田直也選手に28日有罪判決が言い渡されました。選手村でカメラを盗んだとされる件について、富田選手は見知らぬ人物にバッグに入れられたと改めて主張。しかし裁判では犯行現場の監視カメラ映像に被告が主張する人物は映っておらず、信じるのは困難と求刑通りおよそ11万円の罰金を言い渡しました。閉廷後、富田選手は真実は一つという主張が認められず、誠に残念です、今は悔しくてたまらないですとコメント。控訴するかどうかは検討するそうです。そうなると、じゃあなぜ最初に罪を認めたのか疑問です。確かに、でもなんか認めたらみんなと一緒に日本に返してあげるとか言われたという主張もありますね。でも本人がここまで言うんだからあれだけど、一応こんな科学的な根拠としては、はい、誰かが無理やりカバンに入れたって誰も映ってないっていうのはちょっとどうなんだろうね。厳しいですね。ねえ、なんかもうその水泳連っていうの、水泳協会ですか、水泳連盟ですか、水泳連盟、はい、もう認めたって言ってるから、早くもうすっきりしちゃった方がなんか引っ張られるのもどうかなと思いますけどね。こういうことはね、はい、それからもう徹子さんもすごいですね、この1万回あと10年今いくつっておっしゃってる、黒柳徹子さんは80だと思います。81かな。81歳だそうですね。10年、91です。91歳。素敵ですね。実現してほしいですね。頑張っていただきたいですね。私もね、この間勝俣と一緒に出していただいて、はい、2人で出たの初めてなんですけど、女性の中では最多出演。あ、そうですか。今と。ああ、なるほど。で、黒柳徹子さんの、徹子の部屋コンサートに、はい、日本武道館。はい。今度そうですね、出させていただきます。11月30日に、武道館、徹子さんが司会で、はい、ライブゲストがマーコさんや、加山雄三さん、はい、佐田正史さんや、近藤正彦さん、はいはい、南光雪さん、森山良子さん、はい、はい、チケット販売、9月26日から、はい、今年は初めてなんですごい楽しみですけど、中居君って本当に、中居君ももう40、スマップ結構おっさんでしょ。中居さん42歳。5匹のおっさんちゃうの。5匹のおっさん、3匹のおっさんならぬ。うん、まあまあ40代ですから、昔の感覚で言ったらもうおっさんですよ。しかし、まあ結婚について限りなくゼロに近いんじゃないかというのはいいけど、配偶者の一緒に住みたくなくて別居、はい、で自分に近づかない、自分を監視しない、
スポをお送りしました、はい、それでは一曲これアッコさんのですね、はい、泉谷しげるさんの春夏秋冬のカバーをお届けしたいと思います。あ、今度いらっしゃるからね、はい、そうなんです、詳しいお知らせは後ほど、はい、アッコさんで春夏秋冬。